残暑お見舞い申し上げます。 DVK アナウンサーの三崎幸恵です。日中だけでなく寝苦しい夜も続いてますよね。そんな夜に私が重宝しているのは肌触りがひんやりとするタオルケットです。半信半疑で使い始めたんですが、これが意外と何もかけないで寝るよりも涼しく感じられてとても便利です。さて、そんな暑い夜にもお休み前に見ていただきたいのが夜9時半から放送していますニュース930アルファです。県内で今日どんなことが起きたのか、ぜひチェックしてからゆっくりとお休みください。それでは